はい、皆さんこんにゃちは、おねこママです。猫た兄の2歳の誕生プレゼントが届きました。開封は9月1日誕生日のお楽しみです。で、今回は着ぐるみをちょっと子猫に着せてみようかなと思って、着ぐるみといってもアニマル帽子なんですけども、こちらは友達からもらったやつですね。数々、猫は付属しませんって注意書きとかされてるんですよ。猫を売ってたらびっくりしますよね、この箱の中に。で、オレンジとかスイカとか、この間着てみたやつですね。あと、あの新メンバーがひよこさんと、これはうさぎさんですね。うさぎさんリボンがついてます。この箱に入ってました。猫がうさぎになれる時代なんですね。で、恒例の猫たお兄ちゃんの品質チェック入ります。ミケネ暴れ馬だからね。はい、じゃあかぶせてみました。絶対嫌がってるね、これ。暴れてますね。ケリケリで外そうとしてます。で、ちょっと怒っちゃって、あっちに猫た兄がいるんですけど、カゴの中に入ってる猫たお兄ちゃんの方に八つ当たりしに行きました。その後ろにある黒いぬいぐるみは猫たじゃなくてぬいぐるみですよ。猫たはカゴの中で、もうじゃあどうしようかということで、水飲み中に後ろからかぶせる作戦を取ってみました。嫌な予感してる。スポってかぶせれると思ったけどね。わちゃわちゃしちゃった。わちゃわちゃわちゃしてるうちにもう嫌がられて、帽子が水ぽちゃしちゃったんですよ。帽子が水没しちゃいました。ミケネの勝ち。あ、首は新調しました。赤と黒のチェックの首輪ですね。で、なんかもう嫌がってるんですけど、なんかこそ泥みたい。スイカの帽子なんか目がつり上がってこそ泥みたい。ネズミ男的な。で、なんかちょっと眠くなってきたかな。ある日突然寝るから。子猫って面白いですよね。ある日突然寝るからね。ちょっと無理やり着ぐるみやってみました。嫌がってる。でも気づいたら寝てたんですよ、いきなり。でも寝てる隙を狙っていろいろかぶせてみました。まずはウサピョンですね。へそ天肉球見えてて可愛いですね。おっぴろげーですね。かわいすぎる。本当にかわいい。もうミケネ自体がぬいぐるみですよね。かわいいアニマルズ。もうずっと見てられますね。いろんな角度から楽しめました。
かわいいリボン大きいね。見事なへそ天ですね。で、次はアヒルさんに挑戦しました。綺麗な色してますよね。もう熟睡ですよ。で、次はオレンジさんつけてみました。まあ、基本的に、まあ、全て帽子でかいですね。まだまだまだちゃんとかぶれるようになるのは先のことなんですけど。かわいい、万歳へそ天、万歳万歳。とってもかわいいですよね。で、次はスイカ頭です。スイカ頭って知ってるかな。時代がね、キョンシーのスイカ頭思い出しちゃって。ミケには何着てもかわいいね。ほんとね、ミケには何着てもかわいいね。女の子だからね。コソドロスイカ頭これすごいですよね。顔つきも変わるからね、帽子一つで。かわいい。万歳へそ天。丸1番うさぴょんさん、2番ひよこさん、3番オレンジレンジさん、4番スイカ頭さん、コソドロフピカン。皆様はどれがお好みでしょうか。ご視聴ありがとうございました。